ちもこっちもボロッボロ。ミッドガンはすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウータイの攻撃する前に壊れちゃいそう。この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でモンスターが騒いでる。不用意に状態が噛んでるなら仕方ない。現在5番バッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユーフィユー。あら、イエスモーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノ州はみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノ州って？ウノ州は君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そん
なんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡め。舐められたら終わりだから。ここだ。さあ、入って。ニュースを見る限り捕まったわけじゃない。ロトさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。ジェシーの日が楽しみ。元気にあげな。ビリーボート、ポールコだ。そして、ナヨ。私は、ウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため、遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。ん？おお。あ、あ、これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、その辺りの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレート。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが様子見なんて罰ゲームだよ。神羅を甘く見ちゃダメだよ。うん。神羅ビルの中のことはナヨに聞いてよ。ああ。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？それはね、実は、でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアは神羅ビルの地下。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほで
酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え、どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほー、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな亀道楽。は、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら。行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあシミュレーターするというか仮想。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシュは知らないか。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないの、コンドルフォ。じゃ、簡単にルールを説明するね。やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ボルコ。あ、でも町には本物が大勢いる。私任務中だし。あれ、マテリア？うん、やってやろうじゃん。あー、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。協力者を選定中。協力者候補を発見。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし。うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみて。ほー、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。準備ができたらいつでもお声掛けください。カメ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 道楽。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、亀道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。亀道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、まあコロナ事件がありまして、ウータイのことを心よく思われていない方々がですね、
チラシを隠してしまいまして。へえ。いやー、まいったまいった。しかしこれは好機ですぞ。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号に。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてくれ。やってやろうじゃん。そうだお嬢さん、実は私コンドルコインを集めており、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。そろそろソノン帰ったかな。ただいま。おかえりソノン、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。父上に似ていないと思ってね。初めましてユフィ、俺はソノン草壁。五道様から直接剣法の指導を。あんなやつの話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって。大人の町で遊んでるって。辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。町を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。ナヨ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ジージェも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この街で生きるにはいくつもの ID が必要なの。神羅の神羅による神羅のための街だから。神羅横暴。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとする。あと、匂いが独特。神羅で成り上がるな。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵は神羅カンパニー。ウの州と一致してるのは3点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコーロが爆発したって。あれって事故じゃないよね？アバランチがやったの。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド。
はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。誰と。おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え、コルネオが。こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶したく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。うん、コントロフォート入荷しました。分派の連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナルたちも違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れ、この協力体制は未来への架け橋になる、そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる、そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いやあなたが持つ美貌で稼いでみませんか。こら、素通りすんな。子供はあっち向いてて。はい、今夜祭でねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り。
子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この家業、舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か？こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。アメユ！ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、その詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのありそこない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また死んだか。死んだめ。死んだにクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ！みんな軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、ん？魔鋼炉が爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか、嫌な予感がするな。ちょうどいいよ、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう、ウータイには珍しいタイプだね。突然変異かも。おお、それかっこいい。昨日のテレビ見たか？もうすぐだよ。あ、ジージェだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか？おい、うん、あ、モグリ、うん、待て、あ、追いかけよう。ジ
ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩、必要なものなんだから町を離れる前に準備してあげよう。ジージェってば、何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしたんだ。責任感じるな。先輩。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨ている。行ったら命はないんだろ。なに、王道。わあ、もしかしてジージャムータ出身。感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
攻開し、どうだ、水本の術ユーフィーちゃんの大勝利。お、立っていけそうじゃん。了解、我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったく、行くぞ。あとつけよ。ちょっと待て先輩。貴様。過ぎるんだよ先輩は。いつか身を滅ぼす、うん、それよりさ、どうやってジージを探す？見当はついた。一度見晴らしの良さそうな場所で。奥に見えているのがメインピラーだ。ミッドガルを支える大黒柱だから、奴らが話すあの後。なるほど、すごい。あっちに向かう方法は、お、怪しげなスイッチ発見。天馬娘、こっちは歯応えありそうじゃん。ガチャお豆ぐらいだな。サンキュー、効いてる効いてる。次はよし、いただき。日本の術くない、手加減しよう。言うまでも、
避けたい。わかってるって。抜き足、差し足、死の PR 足。あひょっ忍びれず。それはそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場だ。先輩、今度はしくじらないでくれよ。じいじゃんの命もかかってる。了解。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージャン。陽動作戦だね、兄ちゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。くぞ聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが雲海に咲く一輪の花、ユピちゃんだよ。
ただのガキだ。気にするな。誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。舞台敵と遭遇、応援を要請する。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。ん、わっはっはっは。どんなもんだ。早速だけど、これシンナビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが、究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。分かった。さあ急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように
急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、7番街の噂、クーパーにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。じゃあ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。連日の爆破でこんな時何でも屋がいてくれた。お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレン、あんた死んだだよね。いかにも、私はロウ、君は何かまずい匂いがする。だが安心したまえ、今友達を探しに来ていて。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。グレートな剣を背負ってバイクへの。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手。コンドルフォー、いいね。マイフレンドを待つのにも飽きてきた。ナヨたち、ちゃんと逃げたよね。今は人の心配より自分の心配。先輩、やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。よし、じゃあ行きますか。なにこれ。現在鉄道は5番マコーロの事故を受け、本数を減らして運行しております。また5番ライスラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑かない。無理してるの乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ、行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。
ち悪い。酔うのか？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。冷戦の年だ。シンラの自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。おい！わかった。